さあ、ということで、迫ってまいりました。9月の21日でしたっけ？そうですね。ね、ね土曜日に、ラポルテ5000で開かれる、まあ、プレシャス音楽ライブっていうことで、まあ、スピナビルさんのライブあって、同時開催で大物産展があるんですよね。はい。そこで、新潟県内の人気ラーメン店と、まあ、YouTuber がコラボするということなんですけども、今日はですね、どんなラーメンを出すか、会議したいと思います。ラーメン、石黒の店主の石黒くんです。お願いします。はい。よろしくお願いします。そしてですね、今日はですね、まあ、阿賀野市。阿賀野市といえば、食のアドバイザー、佐藤食肉、佐藤ひろくり以上もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。いや、今回はカメラマンじゃなくて出演ということなんで、お願いします。で、よろっと、ちょっと迫ってきたんですよ。もうあと10日ぐらいでしょ。そうですね。ちょっと今、まだ決まってない状況。全然決まってない。なので、今日で決めたいんですよ。羽ばたけよ、スワンダイバだから僕と石黒君で話してて阿賀野市のラーメンを作りたいって言ってたんですよ。で、あの石黒君は佐藤食肉のなんかお肉を使ったラーメンを作れないかということで今日は来ていただいたんです。なるほど。え、なんか案ある？ラーメンってまた別じゃん。いやもう何にも今日聞いてないからね。突然今日来たばかりだからね。まあ要は企画ラーメンでね。企画ラーメンで。ヒロクリンチのお肉を使いますと、何がいるかね。普通だったらね、チャーシューって言えばね、豚肉が圧倒的に多いわね。まあ、一般的にはブランド肉の純白のビアンカ、もう言ってたんさ、出てたよ、案が出てて、あれじゃチャーシュー肉っていうの、まあ一番無難だよね。でも結局じゃあチャーシューだけ純白のビアンカにすると、まあ美味しいよもちろん、でも弱いよね。まあ、面白みがちょっと。ないです、ね。うまいとは思うんだけどね。で、それこそさ、中華そば石黒って言ったら煮干し？煮干しで、ただ、じゃあ、ビアンカ乗せるだけじゃ面白くないよね。そこら辺とか、あ、動物系の出汁とかってどうだろう？やっぱ魚ばっかなんで、あんま動物かじってないですよ。じゃあ、もちろんね、なんか原骨って言うんだっけ、あれもあるよね。たまに、馬とか、イノシシとか。ジビエ。ジビエ。会津の方行くとね、馬はあったり、東京の方イノシシとかね。ああ、もう売ってるもんね。ある。あ、ジビエもちょっと使えるわ。興味はあります。馬ってやっぱこんなでかいから骨。その馬から出しといてこと？骨ね。骨。そう割って出しといて。でもさ、未だにかつてさ、そういうの聞いたことねえじゃん。牛骨はよくあるじゃんか。馬の骨から出しておりましたってないじゃん。どうなんだって話だよね。そうですね。やってないだけなのか、まずいのかっていう話じゃんか。ただ、煮干しは避ける魚で行くとしても。じゃあ面白くないじゃん。石黒前、ああ、煮干しだーみたいな。うめえの分かるけど煮干しだーってなるし。あと、This is 新潟が出してて。いや、石黒さんは多分変わったことしてくるけど、絶対魚が得意だから、魚の出汁で来るよ。見たこと言ってたんですよ。そうはいかないぞと。でも僕は思わせたいですね。だ性能と組むんだから。なんか変なことをやりたい。まあそうっすね。変なことやりたい。変なこと。でも美味しくなきゃダメだもんね。じゃあ、もう、煮干し捨てますか？捨てます。ちょっと名残惜しそうに。だって、まあ、どう思う、ヒロ君は。うちらそれでずっと悩んでて。煮干しにすんのか、煮干し以外にすんのかっていうね。どう思う？まあ、できるかできないからね。本当に時間ない中でね。もう限られた時間で。ああ、そうだよね。美味しいもの、最低限美味しいものを作らなきゃいけないからね。そうですよね。まあ、イベントだからね。チャレンジしてね、新しいラーメン見つけたいっていうのもね、この機会にね、新しいお客さんに食べてもらうっていうのもね、いい機会だからね。でもなんか、その、チャレンジでもいいと思うんですよ。だけど、聞くところによると罰ゲームあるんですよ。見たいっすね。なんか、ボツでもんだって。あ、そう？聞いてないよ。ってことは、これ、チャレンジして最下位取ったら、罰ゲームやらなきゃいけないんでしょ？決まってるの。何するかわかんないっす。いえー、だったら勝とうよ。勝とうよ。やだ、俺、そんなやりたくないわ。え？投票なんだよ。
売れた杯数じゃない。ああ、なるほどね。うん、あ、じゃあ分かった。売れた杯数ってことは、投票だったら食べた後入れるじゃんか。うんうん、売れた杯数ってことは、完全にインパクト勝負だ。ああ。と俺思うんだよ。どう思う？だって食ってない時点で1票になるわけじゃん。うん、でしょ、うんうん、だから、いかに美味しそうなラーメンを作るのが、多分いいと思うんだよね。うん。うん、なんだろうかね。そしたらやっぱ鉄板の煮干し。まあイメージでいけば煮干しだよ、うん、イメージね、イメージね、うん、じゃあ煮干しプラスアルファにしたらじゃあビアンカーとするとか、うん、なんかやっぱアガノシっぽいのとか、ね、あそう入れたいっす、キーワードはアガノシなんですよ。アガノシちょっとこれアクシデント、アクシデント、でも前ほら言ってたじゃん、あれビアンカーの話してたら、うん、担々麺いいじゃんとか俺に言ってたじゃん、お前。最近増えたよね。ん？担々麺とか。あ、まあまあ増えたけど。増えてきたよね。でもビアンカのあのひき肉で担々麺ないでしょ。まあ出したとこあるかもしれないけど、ちょっと覚えてわかんないね。ああ。だって担々麺のあのひき肉でビアンカなんて使ったら贅沢だよね。うん。あ、ビアンカのひき肉ってどうす？美味しいっすか？やっぱり。うん、油がうまいっていうかね。ああ。あ、ひき肉使うの新しいね、でもね。うん、だって普通のチャーシューだったらまあまあ無難じゃん。はいはい、ビアンカをじゃあひき肉にして、そしたらやっぱ担々麺になっちゃうね。うん、どうなんですかね、担々麺を作ったことある？うん、やったことはありますね。ああ、客層にもよるよね。そうね。お客さん、あ、でも俺若者だと思うよ。だってこの、スピナビルさんレゲエですから、結構、あの、パリピチックな、あの、若者たちも、なんかやってっちょみたいな感じで来ると思うんですよ。ああ。だから、その人たちをターゲットに絞るんであれば、ちょっと若者向けのやつがいいかな、みたいなふうに思いますけどね。がっつり唐揚げ、ガン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 。ハンバーグ、唐揚げ。砂糖食肉の肉をフルに使って。もう、いや、それ、コストかかって仕方ねえよね。そうね。あとだってさっき言ってた、ポイントは、アガノです。アガノ氏。まあ、砂糖食肉使う、まあ、アガノ氏です、はいはいで。他にもなんかさ、アガノ氏要素入れたいんですよ。たときに、あれ、ゴズさん、京子とかさ、なんか、ゴズさんチックななんか森にするとかさ、うん、なんかそういうのをやりたいんだよね。ジビエえ、それ白鳥の話してる白鳥ダメですから、取っちゃうね。山って言えばね。まあそうだけど、白鳥はダメですね。使えないですね。白鳥に見立てることはできたり、白鳥の色で白っぽくするのはできる。そうだよね。あれは？あれ。三角揚げと、川上豆腐。豆腐と揚げ。揚げんの、ちょっと新しくないですか？新しいです。豆腐だとやっぱ麻婆麺。麻婆？あ、麻婆なっちゃうんですね、スペイン。麻婆になるね。油揚げ乗ってるラーメンってあった今でも。やっぱ安田の三角揚げ有名じゃん。あれは油揚げなんて、蕎麦のイメージだよね。あ、白鳥は一応なんかああいうもの取ったら怒られんじゃん。カモって食えんじゃん。おお。は、京子にカモいっぴんじゃん。あ、京子のカモを使う？京子のカモは使っていいかわからんけど。あれダメなんだっけ？ダメだ。ラムサール条約とかなんか。嘘ですよ。ラムサール条約ありますから。京子行った時はカモ捕まえてないでください。あれはほら、片東とかでもほら、カモ漁が解禁されるとね、やってるけど、カモはちゃんとあの、許可を下りないとダメですけど、カモって、俺絶対、蕎麦屋さん行くと、鴨南蛮があると、絶対鴨食べるんですよ。鴨の肉大好きで。ほら、彼の、あの、店にも、なんだっけ、鴨の、ああいうローストビーフみたいなやつ。あるじゃん、鴨。まあ、鴨の燻製したやつ、ね。そうそうそう。あれ、お酒でさ、食べるとさ、美味しかったりするけど、俺、鴨が実はすっげえ好きで。鴨、まあ、兵庫の鴨使えねえけど、まあ、うまい、ちょっと遠いかもしれないけど、兵庫にいる鳥として、なんか、使えねえかなーっていうのは思う。カモ最近人気だから、ね。脂質がない。そうなんですよ。あ、そこだわ。カモいいね。いいですね。やってみたかった。カモでもなんかやっぱ油がさ、あのほら、カモ汁っ
結構ら、狩猟が始まるとさ、鴨もらったりするんですよ、家に。田舎だっけ。そうするとさ、鴨汁、うんめんだけど、朝になるとさ、油ひどいよね。すごい浮いてんのよね。で、美味しい油なんだけど、そこら辺とかってスープ作りってどうなんだろうね、鴨の油って。いやー、それが、でも、ラーメンって結構油重要っすからね。あー、うん、そっかそっか、うん。やってみて。やってみて。やってみて。忘れないね、チャレンジした人は。そうだよね。間違いなく少ない。チャレンジして、あ、カマ難しいなと思ったら、旧煮干しで。旧煮干しで気持ちカモエキス入れるとかでもいいよね、別にね。で、いいんじゃねえんだ。旧煮干しで。うん。どうしようかな。え、もちろん、ヒロクニンチはカモはある。あるある。うん、あ、そっか。人気店いるもんね。多分、イメージか。そう、イメージがね。もう話してる中で考えがまとまる。いや、なんかちょっとカモで決まりそうなんですけど、うん、どうなんですかね。まあ、確実にカモのラーメンやれば被らないわ。うん、これで被ったらもう大したもんですよ。本当に。はい、ということで、皆さん、コラボラーメン、はい、決まりました、やった。いやー、よかった。石黒かける、清野元木かける、勝手に、佐藤職人久保かけてみました。これはもう、This is 新潟さんとか言ってないですけど、もう自由ですもんね、別に。自由っすね。うちの、あがのしだ。あがのし。もう食材として、チームあがのしだし、うちのリーサルウェポンですから、完全にね。はい。いやもう本当にあれだよ、もう最強の3人揃ったから、阿賀野市のパワーを5戦で見せ続けてやるからね。じゃあ、タイトルを、はい、じゃあ、石黒くんの方から。俺の方から。ちょっとここにメモした、メモしたんでね、ちょっと発表してもらっていいですか。はい。はい。はい、阿賀のうまいかも。いや、確実にうまいラーメン。注意。京子のカモは使っておりません。下手くそだよ。読み方下手くそだよ。まあ、ラーメン屋だからね。じゃあもう一回言うと、はい、こちらはですね、まあまあ、アダノはつけます。ご宣伝おりますけど、アダノ、うまいカモ。いや、確実にうまいラーメン。要は、カモ、鳥のカモと、そうカモっていう疑問とちょっとかかってるんですよね。そういうことで、一応、これ、アダノ氏の、カモ使ってんだろうと思われると悪いから、カッコで注意、京子のカモは使っておりません。これサブタイトルね。はい。はい、ちょっとすいません、長いんですけども、これね。いやいやいや、ありがとうございます。これに決まりました。やっぱり、私とコラボするんだったら、はい、名前も変なやつにしましょうよ。ね、しましょうよ。じゃあ、これで、タイトルは決まったんで、カモは使います、確実に。はい。佐藤食肉にカモ売ってるみたいなんで使います。で、プラスアルファ、まあ、わかんないですけどね、豚肉使うのか、他のお肉使うのか。あと、まあ、具材でね、阿賀野市のやつ乗っけるのかとか、うん、もう、ちょっとそこら辺は、まだもうちょっと練ってですね、皆さんにご提供したいと思います。はい、ということで、9月の21日、会場はラポルテ5000ですね。当日はスピナビルさんのライブがございます。で、同時開催で大物産展で売るんですよね。はい。はい、ラーメン屋さんとキッチンカーとか、あと他にも、いろいろ飲食ブースあるみたいなんで、皆さんは、石黒かける性能かける佐藤職人一択で、はい、よろしくお願いします。これ一人何杯とか関係ないもんね。関係ないです。もう、美味しければ何杯でも。一人で何杯でも。何杯でも。あと、家族とか、もう恋人とか、どんどんいろいろ誘ってきてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ会場で待ってます。よし。